株式会社 GSI クレオスは東京都千代田区に本社を置く東証一部上場の専門商社。インナー,アーレックウェアやアウターウェアなどの繊維に関わる事業を原子から製品に至るまで幅広く取り扱う繊維事業、化学品、機械、材料、ホビーライフの3分野において原材料から製品に至るまでの高度な調達、加工機能を持ち、 グローバルに事業を展開する工業製品事業、最先端技術であるナノテクノロジーに関する研究開発と製品化を行うナノテクノロジー事業の3つの事業を行う。1931年、幻の総合商社、鈴木商店の元ニューヨーク支店長の林大作が株式会社林大作商店を設立。設立時はアメリカのキーと輸入商の在日エージェントとして、 キート買い付け業務を行っていた。有力製紙会社からのキートの大量供給などにより、事業を拡大していく。戦後、新たにメリアス製品や綿花、レースなどの取り扱いをはじめ、繊維事業が拡大していく中、1955年に設立したニューヨーク現地法人の代表が、世界的な婦人用靴下た変メーカーと代理店契約を締結したことなどをきっかけに、 1956年に工業製品分野へ進出。1961年には日中有効商社に指定され中国とのビジネスをスタート。1970年にはドイツと香港に、1973年にはブラジルに現地法人を設立するなど海外との取引が拡大。同時にさらに取扱い商材を増やし、繊維原料や生地、婦人服、 化製品、産業機械、ホビー商材などの売り上げを拡大。2001年には、ナノテクノロジー事業に参入。工業製品事業の製品に用いられていた技術から、発見した特殊なカーボンナノチューブの応用、開発を開始した。また、同年、社名を GSI クレオスに解消。GSI は、軍ゼ産業、インクの頭文字、クレオスは、創造。 新しい方向へ、明けぼのの女神の産後を合成した造語。明けぼのの女神が夜明けの光を運ぶように、グローバルで洗礼されたプロフェッショナル人材が、新しい商材、ビジネスを創造し、夢を現実に変えていくという意味が込められている。近年は、生分解性プラスチック、マタビーの販売や、自動車軽量化事業などの環境配慮型事業の拡大を図っている。 また、ブラジルで透析クリニック事業へ参入し、国内でアンチウイルスマスクの取り扱いを開始するなど、医療事業にも注力している。繊維事業インナーレックウェアやアウターウェアなどの繊維に関わる事業を糸から製品まで一貫して取り扱う。OEMODM による製品供給を行うほか、自社ブランド、マシュカシュ、キッキなども展開。自社 EC サイト、 ジョリー・クローズの運営も行う。パンシット用素材の取り扱い量は日本国内で業界トップシェア。工業製品事業、化学品、機械、材料、ホビー・ライフの3分野において原材料から製品まで様々な商品を販売。化学品分野では、塗料、コーティング原料、樹脂原料、各種フィルムなどを機械、材料分野では、 産業用機械や半導体機材など各種機械、材料を、ホビーライフ分野では化粧品原料や、ホビー商材などをそれぞれ取り扱う。ナノテクノロジー事業戦略事業として、塗料や燃料電池、複合材の分野で、ナノカーボンの代表的な材料である、カーボンナノチューブの応用開発、製品化を行う。重防食地域プラントのボルトナットの表面処理材や、 各種スポーツ用品などに採用されている国内海外ありがとうございます。